じゃあ続いて、やばいんだけど、アキロゼとのさ、連絡さ、ちょっと待って。これやばいよ、ちょっとみんな。ちょ、不仲説出ちゃうって。やばい。もうみんなダメだ。こんなの見せられない。こんなのは見せられないよ。みんな、ごめんな。ちょっと、ダメだな。秋ロゼと祭りの夏アキがダメだったかもしんね。見てくれよ。秋1ヶ月おめでとう。嘘だろ、嘘だと言ってくれよ。デビューして1ヶ月間連絡1回もなし。マジで言ってる。俺不仲じゃん。絶対仲悪いじゃん。何この1ヶ月、空白の1ヶ月。まあでも今はめちゃめちゃ仲いいですからね。普通にご飯行ったりとかもするし。うん。でもってさ、もう一人いた、仲不仲説。もう一人の方がやばいよ。もう一人やばい。これはやばいよ。これは。見てください。これ初めてのディスコード。メルちゃん、この前の1期生コラボではありがとう。今度メルちゃんの時間が合うとき2人でコラボしませんか？8月10日。もうデビューしてから2ヶ月経っとる。2ヶ月経っとんのよ。うんで待ってる。この後に返事来てんのが3日後。8月13日でしたね。はい。あれ、今ではね、普通に LINE で連絡取ってるんで、むしろ Discord で連絡取ってるのは、仕事の連絡とかは、ディスコードかもしれないけど、それ以外はね、基本的に LINE だったりするんでね。そう、不仲か。本当に不仲だったら、これ見せれないからね。